はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。松本様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に、恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。次回 NHK スクランブルデモは4月2日開催で調整中であります。皆様よろしくお願いいたします。終わったばっかりですけれども、スクランブルデモ、ちょっと当局の方からですね、次いつやりますか早いな、って言うと思ったんですけれども、まあじゃあ4月2日みたいな感じで、ただですね、公演しよう、コミュニティパーク、春のはコミュニティパーク、空いてるそうなんですけれども、4月2日のは3月2日からじゃないと、予約できないんだって。あんまり長い、先の長い予約はできないらしいんで、3月2日になったら早速、使用許可申請に行こうと思ってるんですけれども、なんか4月2日予定してますってツイートしちゃったからな。そうすると NHK としてはですね、4月2日、一日中、公演、撮ったろ、なんつって、先に予約しちゃう、かもしんないですね。そういう姑息な妨害、やってくかもしんないですね、NHK ね。それはそれで、やられたら9日とか、それとも3月末とかに変更するんですけれども、やらないとは思いますけれども、もしやったら大騒ぎしましょうという話でね。2月15日、衆院予算委員会で岸田総理、米国から購入するトマホークミサイルについて、最新型で迎撃を回避する飛翔も可能と説明いたしました。ネットの反応です。最新型はブロック5B。日本が買うのはブロック5だそうです。国産ミサイルまでのつなぎだから。ブロック5でも十分新しいだろう。飛んできたミサイルを全部撃ち落とすなんてできないから、牽制のためのミサイル増やそうぜって話。船からも撃てるから、牽制になっていいな。トマホークの雨が降るでしょう。軍事機密をペラペラしてるような気がしますけれども、ひょっとしたら、こういうのの業界の、常識かもしんないし、一体誰が質問したんだろうね。こんなのが気になってしょうがない野党議員だと思うんですけど、一体誰なんだろうね。ミサイルの性能を教えてくださいなんて、スパイ丸出しの質問したのは一体誰なのか。500発買うとされるトマホークブロック5の特徴、ジャミング能力向上、比較的安価、射程距離1600キロ以上だそうで、平壌、ソウルまでは余裕で飛ぶな。日本はですね、韓国に目の敵にされてますんで、韓国とやり合う、ソウルをトマホークで、攻撃するなんてことも将来絶対に起こらないとは言えない状況ですね。あと他の都市はどうかっていうと、まあ、こんな感じになっております。福岡から北京までは1500キロなんで余裕であります。あとですね、台湾侵略の拠点となりそうな福建、っていう都市あるんですけれども、まあ、沖縄からだと800キロで余裕となっております。潜水艦や艦船、船から発射すればもっと距離は縮まるんで、まあ、北京の網だめ、外観誘致主義者のパヨとスパイ、あるいはパヨでスパイ、どもは軍拡より副使用とか、救助を生かした外交意味不明おーとか、救助死守で人民軍の平和をとか、必死で妨害しますわね、トマホーク購入に関してね。こういうのをあえて公表して北京を牽制しておいた方がいいんだろうか、北京まで届くかな、うちらのミサイルはいうことでね。パイを勝つスパイの立憲泉健太、ミサイルが飛んできたから脅威だ脅威だと単純に考えすぎ、何意味不明なこと言ってんだろうな。ネットの判断よくわからん。単純に考えても複雑に考えてもミサイルは脅威では、これが国会議員とは情けない。何かあってからでは国防とは言えない。なんでミサイル飛んでくんのが脅威じゃないんだ。脅威でなければ何なんだ。現状認識が間違っている上に国防の概念も我々と違う。立憲泉の国防の概念は、無抵抗ですぐ降伏しちまえば、誰も死なないで済むみたいなのが
イコール国防って頭なんですけど、それ外界に打ち主義者っていうのはね、そんなね、無抵抗で、降伏した者は死ぬよりね、辛い目合わされるんだから、ウイグル見ろよ、チベット見ろよ、国防強化したって、周辺国事情は変わらないとも言ったらしい。当たり前でしょ、そんなのって。家のガードを固めても治安の悪さは変わらないみたいな、バカなこと言ってる。まあ自覚なんや、気がつかないんだろうな、一生。なんとかは死ぬまで治らないとか、なんとかにつける薬はないって、要するにバカだってことなんですけど、バカで気の毒だな、泉健太はな。治安が悪い土地で門が破られたからって、脅威って単純に考えすぎみたいなことを言ってますしね。外観誘致主義者的にはですね、とにかくへりくつでも何でもいいから、日本の防衛強化を妨害するのが目的なんでしょうかね。そこまで考えてなくて、単なるバカなのかもしれないですけどね、泉健太ね。私と誕生日一緒で嫌になっちゃいますよ。米軍に撃墜された例の中国気球、最初から見張られてました。米国、海南島から打ち上げただろう。ずっと見てたぞ。発表、最初から手のひらで中国共産党赤っ端、赤だけに。強気の米国政府に何か言われたんだが、日本政府、3年前に放置した謎気球を今更抗議。今更抗議。ネットの反応、今更何言ってんだよ、放置したくせに。ふざけんなよ、今更何なの。危機感ゼロ。マジで情けない。今更右に習えとか、相変わらず下手れ。河野太郎防衛大臣、日本、気球に聞いてくださいとスルーの過去。当時の河野太郎防衛大臣、安全保障に影響ありません。どっかに行った。気球に聞いてください。ふざけた答弁してたんですよね。これ、米軍が撃墜しなかったら、ずっとこのままなかったことに、されてたんでしょうね。米国の陰でコソコソするのが好きな自民党だが、撃ち落とすことは可能で、それの検討するって言ってました。ネットの話、パイオさんこれどうすんの？検討を検討します。発見から撃墜まで、10年ぐらいかかりそう。検討した上、慎重な議論を重ねて、国民に丁寧な質問をして、ご理解いただいてみたいなことで、10年ぐらいかかりそう。検討するが、やるとは言ってない。飛んでくる前に検討しとけよ。そりゃそうだ。正論だわ。それが防衛だわ。そうでなければ、防衛放棄ですよね。去年来てたんだろう。遅くない？その気球に核が乗ってないという証拠もないし、当然。アメリカが撃墜したから急にできるようになるワークに、せっかく見て無にふりしさんに中国がいきり反応するからめんどくさいことに、どさくさ感がする。とりあえず当時の防衛大臣を問い詰めた方がいい。河野太郎のことですね。積載能力900キロで核弾頭も余裕で詰めるっていうのに今更感、全く情けないったらありゃしない。防衛してないじゃん。防衛活動してなかったじゃん、河野太郎防衛大臣。自分らは、自らは何にも決めたくない流されるままのことなかれの自民党と、決断しその責任を取るのが政治家だと私は思ってるんですけれども、どうなんでしょうね。まだまだ政治家が多いんすかね、自民党の国会議員ね。岸田がらして世襲だもんな。世襲でなんとなく国会議員になっちゃった人とかさ。日本の表現に中国共産党、米国の追随すんな。中共の代弁者、共同通信が報道しておりました。ネットなんです。正直でよろしい。聞いてる聞いてる。今後はバシバシ落とそうと。中国共産党はですね、そこは痛い、あそこは痛いって隠すことなく正直であります。だからといってですね、毎度言い草が傲慢なんで、その正直に対して好感などは全然持てませんけれどもね。共同通信、日中関係の新たな火種になる可能性があるとか、それで結んでんですけど、いや、中国が飛ばしてる気球こそ火種でしょ。何言ってんの、共同通信。バカなの？スパイなの？それとも両方が。共同通信はバカかスパイか、バカでスパイ、っていう可能性ありますね。他国に勝手に謎の気球飛ばしといて抗議されると逆ギレするって何なんだ一体。中国共産党は相手にするのも面倒なんですけど、バカはこちらが黙ってとですね、調子に乗ってエスカレートする、エスカレートした結果が今ですから、まあ、中国共産党の傲慢とバカを育てたのはひょっとしたら日本かもしれないな。特に国交正常化した田中政権と、あと天皇を訪中しちゃった宮沢内閣ね、あそこが甘やかしたのかもしれないな。防衛省防衛研究室室長高橋杉雄さん、気球への大量空侵犯措置で
武器が使えないというのは間違い。昨日某局の取材でもそう話したが、番組のトーンが違うということで採用されないことになったと暴露。握りつぶされた武器使えるよ気球に対して、法律的にも、っていうことを話したんですけれども、番組のトーンという謎の単語が出てきたな。これを優先して、放送しませんと、握りつぶしますと、腐ってんな某テレビ局なの某番組なネットなんです。国防の専門家より番組の都合か、いまだにそんなことやってんな。日本の報道事実に基づく意見よりも番組のトーン優先とか、どこの局の何の番組か知りたい。番組のトーンが事実を覆い隠すのやめてほしいですね。ドラマやコメディでもある前に番組のトーンって何？番組のトーン、例えばサンデーモーニングとかだったら握りつぶすだろうな。番組のトーン、あそこはですね、パヨが出てきてバカなこと喋って、こっちがですね何バカなこと言ってんだろうなって、呆れさせる番組のトーンを採用してますからね。そういう人しか出れねえ。まあ見たことないけどサンデーモーニング、防衛省防衛研究室長の専門意見よりも優先される番組のトーンって、まあ報道ステーションとかそれも番組のトーンを優先してこういうのは言わねえんだろうな。自ら番組の質毀損してますよね。知り得た情報を教えねえんだもん。まあ相変わらずだな。 NHK を反襲したでもどこも報道しないことで分かってましたが、日本のメディアに自浄能力皆無であります。そのまま腐って落ちていくんでしょうね。数年以内にですねテレビ視聴者は絶滅危惧種になるんじゃないかなんて思っておりますけれども、そうなるといいなとも思ってますけれども、電車で新聞読んでる人をめったに見なくなったでしょ。これテレビもそうなりそう。テレビ見てんの今時に。通貨そうしたいな、無理やりにでもそうしたいな、つまりテレビ局全般を、潰したいなって思っている靴沢であります。というわけで、メール党員さん大募集中であります。あとは各支部長さんのですね、ポスティングボランティアさんであるとか、ポスター貼り、選挙開始当日のポスター貼りボランティアさんも大募集、今から大募集させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。